ようこそ登場のキッチンに。今日はですね、ナスのパシフィックノースウェストあんかけを作ります。登場スタイル。材料はですね、アダジオ、ナス。これをグリルしてありますね。これはここでこうグリルしたのを薄くスライスしたの。で、コンチェルト、グレープトメト。コンチェルト、ゴールド、グレープトメト。これは燻製した、ここで取れる銀だれですね。これをこうラップします。こうして、ラップして、これをオーブンに、これはもうクックしてありますから、だいたい2、3分温める感じね。今からソースを作りますね。材料はですね、しめじ、タイガープラウンですね。これはボイルしてあります。で、これはスキャロップは生ですね。まあ、2つか3つぐらいにこう切って。まず最初に、カノーラオイルを敷いて、まず軽くしめじを、何でもいいです、マッシュルーム。椎茸もいいし、松茸もいいし、どんなマッシュルームでもいいです。これを軽く炒めてください。一番最後に入れるのは、エビとスキャロップですね、貝柱。これ一番最後に入れます。軽くこう炒めて、ちょっと生姜を入れますね。ここで、だしでもいいですよ。でも今日はチキンのストック入れますね。味付けしますね。まずちょっと砂糖ですね。このくらい。これにはライトソイソース。ライトソースがなかったら普通の醤油でもいいですね。塩入れますね。ちょっと匂い消しにお酒をちらっと入れますね。美味しい。これにスターチを流しますね。そのスターチを入れる前にこれを全部入れますね。オーバークックしないように。白身の魚なんて何でもいいですよ。ネギのね、ファインカットですね。グリーンオニオンのチョップした。これはペッパースライス。どうぞ。ナスのパシフィックノースウェストあんかけ登場スタイル。